こんばんは。今日もエイリアンやっていきましょう。よろしくお願いします。今日はですね、タレットに対する耐性をがっつりと上げてきました。よろめき、タレットのよろめき耐性、タレットに対するよろめき耐性が増加するアドオンと、炎の範囲が2メートル減少するってやつをつけてきてるんで、タレットアンチな今日はゼノモフになっているはず。とにかくランナーモードを解除されないように、ランナーモードで常にチェイスをするという感じでできたらなと思います。一発いけませんか。まあまあまあ割りましょう。いや、行ったっぽいから一旦斧やめるか。これだけの距離が離されているとなかなか追うのは難しいので、ああいいですね。これクロちゃん行きましょうか。もうランナーモードでずっとチェイスしますよ今日。おお、尻尾めっちゃ警戒してんね。いや、その結果そうこういう通常殴りが食らっちゃうんですよ。これ難しいところだね、エイリアンチェイス。おーおーおー、やってみやってみパレットなんて効かないぜ俺には。結局そのタレット攻撃受けてるときに破壊しなきゃいけないのは同じなんだけど、タレット食らってからランナーモードが解除されるまでの時間が長いから、基本的にそのすぐ壊せば解除されない。一回外してもワンチャン間に合ったりするのかな。究極の武器使おうか。今日索敵もついてるし遅延もついてる。完璧な構成と言えるこれは。あー、もうがっつり離れてるかな。あー、いるね。イタチ使おう。あー、いいねいいね。上に一人、下に一人、あー、そっちにも一人。あ、全員いるじゃん。さっき言ってここ割んなくてよかったかな。ってことは今回魂の平穏はいないか。最近ねこの究極の武器が強えってので魂の平穏が流行ってるみたいなんだけど、まあ、いないんだったらいないでいいじゃないですか。チェイスしやすいよこれ。チェイスっていうか索敵しやすい。いや、これ今みたいに板をね、板を切らないチェイスをするとエイリアン的にはちょっとめんどくさいんだよね。板硬直、板を倒すときの硬直が一番狙いやすいんで、まず板壊しましょう。よし、さあ窓枠いくか。これどうだろう、間に合うんじゃねえ。でも結構投げんだよな尻尾。大体マジでネメシスの触手と同じぐらい届いてるよな、レベル3の。レベル3まで行くとちょっとあれか、そこまでは伸びてないか。ちょっとイタチ腐るな。あんまり回ってないんじゃね発電機。お湯でチェイス。あー、やっぱここの窓開けなくてよかったな。ほら、あんだけさ炎を食らってもゲージ半分ぐらいまでしかいってないよ。全然全然だな。マジで硬い今日のエイリアンは。よし、ああ、どこ狙ってんだいや、いいねいいねもうとにかく尻尾食らいたくない動きだなこれ。よし、ランナーモードは解除されずに一生チェイスしていきましょう。よし、はい、では3釣り目いきます。いいよ、今のところまだランナーモード解除されてないよパレットで。担いだら一時的に解除されるけど、これは潜れば解決だから。ちゃんとバベチリで位置見て回してるやつに向かってイタチも入れに行くと。はい、いけ。
い、全然効かない。全然効かないぜ俺にタレットは。解除してみろ悔しかったら。いや、ああこれは無理。この今の硬直では無理だ。解除してみろ悔しかったら。ついてあるね。で窓枠行って追いつけるんじゃない。レッドハート警戒ないか。よし、はい。悶絶はあるの誰だ。レベッカかな。そしたらまあどのフックでもいいね。近くにあるんで共鳴に吊るしちゃって。まだ死なないよな。え、ああいいね。バベチリ、バベチリいいねやっぱりね。こういうワープ系のキラーには相性いい。ここにいてとりあえずイタチぶち込みからのやめてもらって、はい、そこやってる人とあの人と、これ追っかけるか。タレットあるわ。はい、タレット壊して絶対絶対防御、絶対にランナーモードを解除させないという。これ追わない方がいいか。不毛な気がするわ。あーいいですね。レベッカ追って共鳴使えたら嬉しい。よし、はい、尻尾当てて、これで1台回っちゃうかな。さっきのこのレベッカとクロちゃんがやってた発電機は回ってしまう、うん、こういうところでねあえて殴りに行くの大事よな。尻尾外しちゃうと窓枠行かれて時間稼がれるから。まあ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 、これ釣ったら多分おかよこの発電機が爆発して、あー3人いるね、いいね。バベチリいいね。この人が救助来そうかな。よし追いましょうか。あーでも固有周りか。この恵み何なんだろうね。癒しの輪かな。ランナーモードは解除されてない。解除させるか。案内ありがとうな、タレットのとこまで。あ、ここの板割ってないっけな。割ってるわ。オッケーオッケー、よし。あ、デッドハード持ってんだ、珍しい。珍しくはねえか。なんかさ最近スプリントバースト多くない。全力疾走、全力疾走でデッドハード、デッドハードね腐る時多いから使えなくて、でそうなったらあの絶対使える全力疾走が無難にいい。だけどそういうのも読んで、そういうのも読んでか不安を煽るものをつけてるキラーもやっぱ結構いるんだよね。だからメタがねぐるぐる回ってんだよな。あの発電機行こう。最近行ってないんで気になる。誰かいる。あー、うーん、ニコラス・ケイジ追いますか。追えるかな。いたいたいた。これやっぱ癒しの輪だよね普通に。シャドウステップじゃないっぽいし、ワンチャン霊界理論とかみんなここでチェイスしたがるってことは。オッケー、まず1人目、あそこ回してるから急いでいこう。究極の武器使ってねえな。バベチリあったらいらねえな。
ダッチ。おー、なるほど、地雷爆破いいもん持ってる。これで結構離されちゃうね。でもこれ回ってんじゃん結構。いいよ、窓枠飛ばないんだったら殴るよ。飛んでから尻尾で刺しても遅くない。うん、これでいい。飛ぶときはもう絶対その窓枠まっすぐ飛ぶことになるから、硬直してるみたいなもんよそこで。よし、2人いるね。でタレット置いてそこに1人隠れて、そしたら隠れた方をかけよう。こんなとこにタレットが。みんなしっかりタレット置いてるけど、いやマジで何の意味もなしてないね。はい、ただできれば尻尾当てた方が距離は近いんだよな。尻尾で刺した後さ、ちょっと前進するしてるじゃん多分。その分のこれなんか出たのありそうじゃね。これ反応できんのかな、尻尾、尻尾デッドハード。どうなんだろう。いや、これで全員リーチか。回復してるね。裏側回ろうか。裏側回って後ろからアプローチしていこう。そしたら食いつけるんじゃないかな。あれ、この辺いるな。おっす、はい。あ、でもそんなことないか、尻尾当ててもいまいちわかんねえな。おーし、しゃがんでも当たんだこれ。やっぱ尻尾強いな。今のネメシスじゃ間に合ってないよね絶対。ちょ、置き触手、置き尻尾攻撃みたいな感じで今こういうさ、こう動きながらさ、もう先行入力してて、若干ね、あのネメシスの触手みたいに投げ払い当たんだよね。当たり判定がちょっと残ってる。よし、いっか、ここ板まだ残ってるよな。あ、でもここ使わないね、読み合いになるからな。オブジェクトが高いから。いや、壁に座れた攻撃が。あー、にあんだよこれ。ナースでもあんだよね、壁に攻撃が座れること。なんかサバイバーに攻撃が座れてんのかわかんないけど、それで無駄。そんなことしたって俺のランナーモードは解除できないぜ。デッドハードある、この人。よし、冷静に飛んだとこを見て刺すと。ラスト1人究極の武器で探すか。結局全然使ってなかったけど、こういう時に使えるじゃない。はい、ラストはこれでチェックメイトと。あ、ロッカー入ってても叫ぶんだね多分今の。ロッカー内いたよな、バベチリ避けか分かんないけど。この人もデッドハード。ああ、うわ、これ、あ、これ、これ、まあ、通るよね、きっと。通るけど、しゃがまれたら当たんねえか。よーし、ってことで、12釣りですよ。いやー、強いね、やっぱりね。索敵もできて、
あのトンネル内で索敵もできて、まあ、遅延はパークで補って、まあ、チェイスはもうそもそも触手が強すぎるから、それでやって、あのランナーモードが解除されなければ常に強い状態でチェイスができるから、これはマジでいいね。よくランナーモード解除されちゃうって人はこれは結構進むかもしれない。あ、そのずっと放っておくとやっぱ解除されちゃうけど、あのちょっと気づくの遅れてから破壊してもギリギリ間に合うんじゃねえかな。はい、ということでありがとうございました。また次回お願いします。さようなら。バイバイ。